さっき申し上げましたけれども、このグレート・ブックスというのは、1940年代の終わりごろから70年代ごろにかけまして、アメリカでもう本当に旋風のように広がった読書運動であります。 ですから普通の市民たちがあいろんなところに集まりましてです、ね、スピノーザを読んだりです、ね、トーマスを読んだりです、ね、デカルトを読んだりするという不思議な光景が、まあ、20年ぐらい続いたんですね。えー、それはやはり、まあ、異常な光景と言ってもいいと思うんですがあー素晴らしい光景でもあると思うんです。 であのアメリカの若い先生たちはたいそう、蔵書を持たないんですけども、私がまあ行った頃は、60年代の終わりごろでしたけれども、まあ、若い先生を訪ねますとね、大抵グレートブックスは置いてあるんですよ、これは。そしてあのグレートブックスにはですねあの、インデックスが2巻ついてましてね、これはあのものすごいお金をかけてね、 ということ、シャウンがヘヘダイスら傾くかもしれないというほどシャンをかけたあのカタログなんですよ。それは例えばプラトンを見ますとね、あらゆる面からプラトンのテーマになるようにどれとってもね、初音論文、博士論文になるようなのが全部入ってるわけです。あん,あんなのを作る作ったアメリカというのはね、あの時代はちょっと類がないアメリカの成功だったと思うんです。 アメリカ人がみんな、ままままあ、僕が言った頃はもうベトナム戦争もねやや後半に入り,りかけていたにもかかわらずまだ大学紛争までは普通の大学では及ばないかった、まあ、いい時代でしたえそしてあの、まあ、あのアメリカのキャンパスが大きいんですがそこに学生たちが自動車が出てくるそうすると自動車にみんな鍵をさしたまま授業に出てね自動車が盗まれたなんて話もなかったぐらいまだ良かったんです。 その時代の雰囲気の下で、えー、市民たちが無数の市民たちがそれこそそのグレート・ブックスはベストセラーの一つ一種でしたから、えー、集まって、えー、その本当の西ヨーロッパの古典を読,み読んでディスカッションするという風景は素晴らしかったと思うんですが長く続かなかったんですね。えー 長く続かなかった理由は、さっきもちょっと申し上げましたけどです、ねえー、批判が出たんです。その批判の中の、ね、一番いい,のいいというか、痛い,いのはですね、こういうことですね。えー、この本の中にはね、440冊のしか、えー、作品そ、うん、その作者はあ74人含まれておるんですが、それは全部、ホワイトメールなんですね。 そして、えーまあ、だから、レイシスト、人種主義者、インピアリスト、えー、帝国主義者、それからデンジャースラリ・ライトウィングと危険なほど左翼右翼というのは評価になっちゃったんですね。そうすると、普通の読者はみんな離れてしまいます。えー、ですから あのまあ、今では小と屋に行っても買わないぐらいたくさんグレートブックスがあるらしいんですが私はね、えー、学生にそれがあったらねもうただみたいなものですからアメリカではねそれは買ってもう置き場所さえあればあ得だと思います。というのはあのこの2巻の、ね、インデックスこれはねどんなテーマでもすぐ 偉い作家を,のを直にわたって引用できるというねこれは凄まじい、えー、武器なんですよただ使いこなせればの話ですけどねしかし、えー、少し、まあ、大学院か少なくとも博士課程か,かマスターでも、まあ、優秀なやつなら使いこなせるんじゃないかなと思うんですそ、えー、その今では笑いもなっちゃってるんですあのグレートブックスはしかし あののの残ったものもあるんですね、それはさっき申し上げましたように、そのあ,あの中心的推進力でありましたアドラーがですね、えーまあ、回収したということが大きいですね、これを見ますと、ですねこれ,こ,のこ,れこれがハチンズで、これがその売り手で、ですねこれがアドラーで、アドラーが頭一つ背が低いでしょ これが一番僕はアドラもちろんアドラに会っ,ああ、えー、ったことないんですけどもああ、まあ、あの豊臣秀吉についても言われるように割と背の小さい人というのは活発な人が多いんですよねだからこの人はちょこ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 、ね、回ったという感じは受けるんですにもかかわらず、まあ、人を動かしてですね 大運動を一応は成功させたわけです。そして残ったのは何かと言いますとこれはあの松田先生も調べれましたけどねやはりトーマスを研究する大学が残ったということです。これはあの、うん、非常に大きなことでですねあのカレジとかなんか他にももう一つ二つはあると思います。これはあのアレックス・ビームとい人がね えー、今から見よう4年前に書いた出した本ですこれは A Great Idea at the time その当時の Great Idea あのがついてますね Great Books を、まあ、なんていうかなちょっとちゃかしてるところがあります The Lies Fall and Curious Afterlife of the Great Books とね Curious After Worth after キュ,キュリアスアフターライフというところが面白いですね。奇妙なその後の生命というところがあります。これがやはりアメリカではトーマスの研究する大学が残ったということがまあ引き潮のように残った後にですね一つバンッと残ったと、まあ、こういうことで,でないでしょうか。でこういうことが残ればですね時代が落ち着きますと。うん そこからまた芽が出るということも大いにあり得ると思います、えー、ただ確かにですね、えー、このグレートブックスに入ったのは全部著者が男なんですね白人なんですね黒人がいないんですねそういう批判を受けた時にアドラなんかは だって黒人が書いたらいい本ないんじゃないかって言ってものすごい批判を浴びたりしてるんですけどねまあないものは入れるわけにはいけない、うん、アジアがないと言った人もいますそしたらアドラはねまあ日本は日本でやらないんじゃないかというようなこと答えをしておりますまあその通りでありましてまああの今の世界は公平に行って何といっても西ヨーロッパで発展した文明の まあアメリカまで入りますからの影響のもとに大部分がありますそうしますとその根幹を勉強し直すということはまあ非常に重要なことでありますけれどもさらに絞っていけばですね根幹中の根幹はグレートブックスの中に例外的に2冊ずつ入れられたアリストテレスとトーマスじゃあるまいかというようなまあかなり 謙虚不快的な結論も出るのではないかと思いますね。まあ、シェイクスピアなんかはもちろん文芸として別格でありますけどですね。日本でもですね、えー、一時、中央公論なんかはあの世界の名著伝集を出しました。私もあの頃中央,中央公論の編集者と親しい人がいましたから、全、まあ、巻ただでもらったんですけどね。えー ブリトブックと違うところは作品がないんですよ。あの全巻についてですね、どこを引いてもこの人はあの戦いについて、愛について、なんなんとかについてってざーっともうテーマにごとにどのページを見ようとみんな書いてあるわけですけれども、それがないんです。これを作るには本当にその最盛期のアメリカの。 グレートブ,スブックスが売れまくっていた時代でもこれ作るだけの、まあ、大変だったということはよく書かれております、えー、この作品というのが私はグレートブックスでいえば一番あの、うん、特徴的だと思います名著全集というのは割と簡単にどこの国でもできるんじゃないでしょうか、えー、まああの地方公論も出しましたし ある意味ではまあ岩い文庫みたいな形で出すことも世界の名著集出すことは意外に簡単だじゃないかなと思うんですよ。ただそれをまとめて一番重要なのは何かっていうある視点で集めてその作品ですね二巻の作品あれがね私はグレートブックスの魂であると思うんです。あれがなければグレートブックスは単なるまあ,あまり読みにくい印刷でない。 名著、えー、に過ぎないと思います。えー、まあ、振り返ってみますと、どんな国にもいい時代があったと思うんですが、アメリカのいい時代は意外に短かったなという実感を持ちますね。グレートブックスが栄えた頃は、泥棒もほとんどないし、今言ったように大学で鍵をさしたまま車を停めても誰も盗まれることがないっていうのは、ああいうアメリカっていうのはもう聞いてしまったと思いますですね。そして 今アメリカの人口もどん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 そのホワイトが減,り、ま、減っているわけです比率的にねいわゆる昔のアメリカ人の白人といったのは減っているわけですそれからメール男って言うけどこのぐらい女が非常に幅を利かしてましてですねまあそれも通用しなくなった極右極左 まあこ,れこれはいつの時代にもあると思うんですが。というようなことで一番特徴的なものは西ヨーロッパの文明はやっぱり作ったのは男だったなというのは正直に言えばそうだったと思うんですね。考えてみればユダヤ教がそうですよね。それからカトリックもそうなんですね。それで女性がまあ で知的な人というのはまあ例外的に常におりましたけれども割と出てきたのはまあ女子修道会という非常にパラドクシカルですけれども神父が男しかなれないカトリック教会の修道会では女子の知識人が出ました今から50年前ぐらいでしたけどですねアメリカの,その,その問題を扱った雑誌にあ,あの アメリカの学長で女性だったのは全部カトリック系の女子大学だけまあそこはアーマーさんが学長ですねですから一番その男女差別があると思われたカトリックが一番女性が進出し,たという進出していたというような結論でしたけれども今はまあ全部見えてますからどうということはないと思いますそれでその男性ホワイトが完全な グレートブックスの世界ではありますけれどもですね、これよく言われることは、ダーダネルス,ダーダネルス海峡を見ようというんですね、あのトルコとあのヨーロッパ大陸の間の海峡ですけれども、こちらの方ではですね、えーまあ、女性も騎士道で大切にされたり、修道院の院長になったりして、まあ、結構昔から、こちらの方はですね、 イスラムでですね、まあ女性はおりおりますけど、みんなまあ布をかぶって、えー、まあ存在しているわけです。その差はどこから来たかというような話になりますとね、えー、やはりグレートブックスの世界とそうでない世界は違うなという考えを受けますですね。やはりグレートブックスで選ばれた本本というのは世界の根幹、我々がに 今でもも我々にに何らかのの関,関係あるものが圧倒的に多いと思いますそして彼らの目から見ると一番重要なのはやっぱりトマスとト,トマスが洗礼を施したかのお得く見えるアリストテレスであるでそ、そこからその自然観がなければ自然科学はできないんですね。 できてからね、自然科学ができてからはみんな真似できるんですけれども、自然発生ということができるかということが僕は思想的に一番重要なことじゃないかなと思うんですね。例えばインドも非常に高い文明がありました。で、インド、えー、とプラトンの哲学には非常に共通性があるということもルル。 立証されておりますしかしプラトンやインドからは自然科学は生まれないんですね。それから中国も日本もいろんな偉い人が出ました。しかしどうも自然科学にはつらないつらならない。これはどうしてかとなるとですね。 やはりアリストテレス,ス,スに始まりトーマスで確実に根を下ろした「宇宙は神が作ったものである」「神は理性を持っていると」と「理性は人間も共有しているから理性で解かれるはずである」そうするとその流れから言って家使いの学校を出ましたデカルトはですね えー、数学をやりましてですね、えー、どう考えても数学っていうのは自分の肉体と関係ない <laughs> そ,うはそうですね数学は肉体と関係ないですね何と関係あるかっていうと、まあ、理性と関係あるそうするとこの理性は神と共有できででしてるのではなかろうかということを考えてですね 宇宙の現象を数式化できるはずであるという確信に至るわけですね。これが至らないと私は自然科学はまで行いかなかったと思うんです。そこまで至るにはアリストセス・トマス的な哲学的な地鳴らしができてないとそこにいかないと思うんですね。そしてデカルトに始まってあとまあ、えー、ニュートンとか何かに行くとど,どん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 自然科学を数式で表しますね。 なぜ数式で表されるかというとデカルト以来ですね数学は純粋に理性であるとどう考えても肉体とか何かにかけてそうすると紙と関係あるそうすると紙はが作ったものは数学の原理があってもおかしくないというような感じまあそんなまあ非常にラフに言えばですねそんな感じがあったから普通の物理現象を 数式することの方に行ったと思うんですインドやシナイア日本では自然の現象を数式にするという発想はなかったんですね数学はまあ日本では非常に発達してそれこそニュートンライプニスと同じように微積ができたと言っていますがその微積を使って数式で物理をやるということはない なかったと思うんですねその辺がね私はあの西ヨーロッパは我々の文元来は我々の文明じゃないけども絶対的に我々が取り入れなきゃならない部門はそ,そこなんですね。でそれ絶対的に西洋文化の中で取り入れなきゃならないその部門それは自然科学的な部門であって自然科学的な部門というのは 宇宙が理性でできていなければ自然科学にならない理性の対象になるものとして存在しない限りは研究できないする気にならないわけですでその理性の対象となるものとして存在するというその前提を生み出したのがその西ヨーロッパの偉大なる思想の源流じゃなかろうかそれ残念ながらインドにもエジプトにも しなにもなかったもんだと思うんですね。そしてその西洋思想の一番の根幹は自然科学とすれば外なる世界のに理性を認めたそれはアリストテレスで一番明らかにさ,さっき引用しましたけれどもあの文章から見てもアリストテレスが 本当に地下の非常に申し分ない結構な住まいに住んでおる人そこで住まいに住んでいればそれで満足だわけですただ外に何かあるらしいよという噂は聞いたことだけどそこでは満足している。それはある意味では プラトンに対するてこするだと思うんですねプラトン的なこう思想の中にこう閉じこもっておってですねイデアの世界イデアの世界だってイデアを求めてまあそれでいいわけですもうシラミに食われて死んだって構わない。とでその思想は確かにプラトンの思想というのはあれですねインドの方につながりますねとアリストテレストはつながらないんですね。それ僕はその あの大学でですね数学が必修だったんですよ。英文化によって数学必修されてたまったもんかと思ったんですけどねその数学の先生も、まあ、文学部に数学を教えたってしょうがないとは思ったらしいけどもですね、えー、ワイヤー・ストラウス,ス,スの定理なんていうのを教えてくださったんですよね。えー、詳しいことを忘れましたけどね残念ながら忘れましたけど結論だけ覚えてます。それは 数字がこう並んでまずっとロから、ま、あるマイナスから始まってそこで1とこう切った場合ですね切断した場合この1は0 9 9 9 9九の究極にあるのかね点1.0000 00のまあ一番始まりなのかという議論なんですよ。 それで、そのどっちに就くかが。数学上非常に重要な問題らしいんですよ。で、どっちに就くか、私はその時分かったんだけど、読み忘れました。<laughs> しかし、その発想はね。意外に役立つように思うんですね。例えば、夏目漱石とね。高田露伴は、まあ、同じ年ぐらいに生まれてますね。それで、中学まで同じ学校に入っているわけですが。作品を読みますとですね。 こう切り口がありますとねコーダ・ロンハンはもう過去の方にむしろつながってるんですね同じ世帯だけど漱石はこっちの方に繋がってるような感じするんです明らかにそこに切断がまあ、あるような気がするんです同じようにギリシャ哲学でもですねプラトンとかああいう人たちの、まあ、ごじゃごじゃごじゃ,ごじゃま哲学がいますがあれはもう面白いこといろいろ言ってけどもそんなに似たものは もっと東の方にもある。しかしあそこに切ってこっからこっちし別だったとっいうのはカトルあのアリストテレスだと思いますね。あそこに明らかに切断面があると思います。その切断面がまあ一時は消える消えるような時代もあったんですけれども、それがあのトマスによって復活して、その切断面が西ヨーロッパ明らかに西ヨーロッパはそこから出てきた。 自然科学の出発点となる基礎ですねそれがなければそもそも出発点がないというものを作り上げたのはそこなんじゃなかろうかでそれがまあ西,ヨ西ヨーロッパの根本なのでありますけれども、まあ、あの戦後のアメリカがですね自分たちは文明を守ったんだという意識が強かったと思うんですヒットラーに勝ったっ、ね、あれは文明じゃなかったと。 日本に勝ったあいつは猿だったそ両方と潰したんだ自分たちは文明を守ったんですちょっと文明とは何ぞやったら、まあ、イスラム文明でも何でもない要するに西ヨーロッパ文明であったということでまあそういう寄付があったのでグレートブックスははやったと思いますでグレートブックスの中心であった人はやってるうちにグレートブックスの中心は結局 アリストテスト・ーマスであったという結論になったのではないかそしてグレートブリティックスは運動はあれだけ華やかに広まりましたけれども消えましたけれどもその動かないものとして残ったのはトーマス哲学の大学であるとまあそんなことになるんじゃないかと思っています。ごご清聴ありがとうございました <laughs>